どうもマーケティングチャンネルおきです。小林です。では今回のテーマをお願いします。はい。今回のテーマは組織は宗教的であれになっております。これどういうことかっていうと、自分が組織を作る側もそうだし、自分が組織にいる側もでもどっちでもいいんですけど、その作る側であればどういう視点で組織を作るべきか、いる側であればどういう視点で自分の組織がいい組織なのか悪い組織なのかっていうのを判断するのかっていう話をちょっとしていきたいなと思っているんですけれども、まあ、結論から言うと合うか合わないかなんですよ。もうこれ本当シンプル、合うか合わないかなんですけれども、この合うか合わないかって非常に難しくて、何が難しいかっていうと、ほとんどの場合その裏側に理論がなくて前提とかないから、わがままで決めがちなんですよ。組織が悪いとかみたいに なりがちなんですけど、まず組織論からちょっと理解しようという話をちょっと最初にしたいんですけれども、組織論からいくですよ。もう断言する 100% で断言するんですけど、はい、この世の組織、つまりはこの世の全ての会社において宗教的でない組織は存在しない。ほう、存在しない。みんなね、宗教的とか言うとちょっとなんか嫌だみたいな感じ思うでしょ。なんだけど、この世の全組織が必ず宗教的なんです。これはどういうことかっていうと、まあ、それこそじゃあイメージしてもらいたいんだけど、じゃあ大企業で言うと Google とか Facebook とかね、まあ、Amazon もそうだし、まあ、日本で言うとソフトバンクとか、まあ、楽天とかいろいろあるじゃない。ここにはさ、ここの常識があるわけですよ。はい。で、例えば Google とかであればもうダイバーシティで行きましょうみたいな、で自由に行きましょうみたいな、時間にとらわれず遅刻してもいいしみたいな、そんなの宗教や。宗教なのかでしょ。今の反応がすごい大事で、自分の待遇がいいものであれば宗教じゃなくて、自分の待遇が悪いものであれば宗教として捉えるんですよ。なるほどな。はい。なんだけど、これを超フラットに見ると、結局ルールの中でどういうルールが敷かれてるかっていう話でしかないから、例えばね、その Google ぐらいの企業なのであれば、そりゃ遅刻していいですよみたいな、もう自由にやってくださいよって言えますよ。そりゃそうじゃん。なんだけどさ、例えばすげえ真面目な人からしたら、いやそれっておかしくないみたいな話にもなるよね。ってことは、この人からしたら謎な宗教なんですよ。謎な考え方の宗教の集まりなわけなんだけど、このこっち側からしたら、いや別に良くないの、お前の方がなんか真面目に働いて約束の10分前に必ず来てくださいみたいな宗教やんって言うわけだから、基本的には全組織がその組織における一番大事にしているポイントっていうのを決めていて、それがルールになってるだけなんですよ。なんで組織を作る側なのであれば、まあ、当然キャッシュフローとかね、キャッシュの問題もあるんだけれども、自分たちの組織をどういう組織にしたいのかみたいなっていうのを決めた上で、その組織に合うか合わないかを決めるべきなんですよ、組織にいる側の人は。ただこれだけなの。だから、すごいわがままに、いやそれって宗教なのかとか、 Google って良くないって思うのは、自分の待遇が良くなる可能性を見えてるだけなんですよ。これはよくコンサル業界で言われる言葉があって、これどういう言葉かっていうと、他者の常識は自社の非常識で、逆もしかり、自社の常識は他者の非常識っていう、これは業界も全部そうなんだけど、基本的に自分たちが常識だと思っているビジネスモデルとか、もしくは考え方っていうのは、飲食の業界に行ったら真逆だったりするわけですよ。じゃあ僕たちはその飲食の業界を見て、飲食って宗教でやばくない、怖くない、ダサくないみたいなこと思わないわけ。なぜならそれはさ、業界が違うし、その会社のそのビジネスのやり方があるわけじゃんっていう、こういう考え方にまずならないと絶対にいけないんですよね。わかりますか？今しっくりきてます。もうちょっとください、もうちょっと、はいはい、組織を作る側であれば、どういう宗教を作りたいのかぐらい振り切っちゃった方が、自分たちの会社に合った人が来るんですよ。でその自分たちの会社に合った人を育てることが一番コスパいいじゃん。なんで宗教的であれと。じゃあ組織の側にいる人たちはどういう風な視点で自分たちの組織がいいのか悪いのかっていうのを見るかっていうと、そのうがったね、宗教っぽいとかではなくて、その会社が定めている一番大事にしている文化であったり、理念であったりっていうのに対して、自分が合うか合わないかなんだよ。だから会社が悪いとか、会社のこういうところが良くないっていう、まあ当然もちろんそれはあるよ、あるかもしれないけれども、そればっかに行くんじゃなくて、会社の在り方に対して自分の在り方がマッチしてるかどうかっていうのを見て、自分がいるべき組織かどうかっていうのを考える方が建設的なわけですよ。
例えば僕とかは人間力の方が大事だと思ってるタイプじゃないですか。っていうタイプがね、営業会社に急に行った時に営業のなんかもう毎日1000件電話だみたいな、うん、そんな人間力といらんみたいな、足しかいらんみたいなこと言われたところでブーってなるわけよ。だからそれでもそれはそれで営業会社が繁栄するための方法でもあるし、その営業会社が定めている自社の文化だったりするわけじゃないですか。それを単純に「おめえやばくない、気持ち悪い」って思うことがそもそもよろしくないわけですよね、組織論として。なんでこの全組織っていうのが宗教的であるからこそ今の会社たちは全部成り立ってるんですよ。でもみんな知らないの。どうですか、あれですよね、入る側とかは、うん、この会社やだなっていう時とかって意外ともう自分の周りにいる人たちとの価値観とかが合わなくて辞めることになりますけど、うん、大事なのっていうのは会社のそもそもの理念なんですね。そうそうそう、だから会社の考え方ですよね。何を重要視しているのかっていうのを定めているからこそそれを重要だと思っている人たちがいる中で自分だけ違ったらそりゃ嫌だよね。でそれは嫌だし、基本的に人間って弱い生き物だから、そうなった時にどうするかっていうと、そういう人たちが宗教だとか思うわけ。だからこれ僕がすごい好きな言葉で、西野さんっているじゃないですか、キングコングの西野さんが言ってたんだけど、人は分からないものとか理解できないものを基本的には詐欺か宗教で片付けるんですよ。だからもう自分にとって分からない考え方とかを基本的には詐欺か宗教で片付けて、もう、怖い怖いみたいなので終わるんだけど、それはお前が会う宗教が別のところにあるだけであって、ここの宗教が違うとかじゃないのよみたいな話をするべきなんですよね。めちゃめちゃ分かりますね。お金アレルギー多いみたいな。そう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 、それと一緒ですね。そうで、基本的にやっぱ隣の芝生が青く見える現象で、他者の常識が自社の非常識であって、その逆もしっかりっていうことを理解していないから結構こうわがままに考えがちっていうのがあるので、だからこそ組織を作る側の人は、まあそんなことを言われたところでちゃんと自分なりのね一番大事にしている宗教っていうのを作って、で組織にいる側の人たちはそういうところをうがったなんか宗教とか詐欺で簡単に片付けずに、自分の考え方と合ってるか合ってないかみたいなところを考えた方がより組織としては強くなるんじゃないかなと思うし、まあその個人としてもねいい道に進むんじゃないかなと思うっていうところですね、はい、ということでまとめると、全組織は宗教的であれっていうことなんですけれども、これはどういうことかっていうと、この世に存在する全ての組織は必ず宗教的になっているっていうところで、例えば Google とかもそれには Google の文化で Google の考え方があって、それを宗教だと思う人もいるっていうことをちゃんと認識した上で、組織を作る側の人は自分がどういうところを大事にしたいのかっていうのを考えた組織を作ること、で組織にいる側の人っていうのは自分の考え方と合わないものを詐欺とか宗教で片付けずに、自分に合う考え方のところをシンプルに探しに行って、別にディスったりする必要は特にないということになっているわけですよね。だからこの組織を作るとか組織にいるっていうのは本当にこう難しいことなんですよ。難しいんですか？難しいことなんですよ。だってそんなんさ、隣の芝生は青くな見えるわけ、見えます、そう見えるわけですよ。なんだけど、もう他者の常識は自社の非常識、その逆もしっかり、もうこの考え方をもうぜひ持っていてほしいよね。この考え方を持っていれば基本的に自社をちゃんと客観的に見れるし、自分がわがままを言ってんなと思ったらそれにも気づけるので、組織論においては非常に重要な考え方かなと思っております。つまり新卒の子とかはどういうところを見て会社を選ぶべきなんですか？はいはいはい、基本的にはその会社が一番重要視しているポイントを聞いて、その重要視しているポイントが自分と合うかどうかですよね。っていうのは、その会社が一番重要視しているポイントっていうのは、その会社が一番成長してほしいと思ってるポイントだから、自分が成長したいポイントとずれてたらあれじゃんっていうところで、この成長したいと思っているポイントがお互いマッチしているかどうかっていうのをこれで知れるっていうところですね。理念とかになってくるんですかね。理念とかどういう文化なのかとか、どういう人たちを集めたいのかとかっていうところが自分とマッチしていれば、基本的にはその組織に育っていけるのかと思っているし、それを誰かからこうなんか詐欺じゃね、宗教じゃねとか言われたとしても、他者の常識は自社の非常識っていう考え方があれば、別にそれはそうだよねみたいな、でもあなたもそうだよねっていう、こうゆとりの持った精神状態でいるのかなと思っております。はい、ということで今回のテーマは組織論になりましたけれども、引き続きね組織論も含めていろいろやっていくのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。
マーケティングチャンネルでは仕事仲間より一歩リードできる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。